デジタル時代にまだ 100% 顧客中心主義で仕事をしていない企業は競争上非常に不利であり、遅かれ早かれ競合他社に追い越されることになるでしょう。全てのタッチポイントにおける顧客体験全体がますます重要になってきています。カスタマーエクスペリエンスと顧客ニーズの的確な理解があってこそビジネスの成果を高めることができるのです。こんにちは、私はマーティン・クライシュマンです。コギアインテリジェンスのプロダクトマネージャーです。このビデオではたった一つのツールを使って顧客の体験を把握し、製品やサービスに対する満足度を持続的に向上させる方法を説明します。そのために次の3つの質問を簡単に自問自答していただきたいと思います。まず1つ目、自分の製品やサービスについて顧客がどう思っているのか知っているのか。2つ目、インターネット上でお客様がどのような情報を発信しているのか。そして3つ目は、これらの情報をどのように解釈し分析しているのか。もしこれらの質問の少なくとも1つに答えられないのであれば、あなたはまだ真の意味で顧客を中心に仕事をしているとは言えません。でも大丈夫、私たちがお手伝いします。コギアインテリジェンスは大規模膨大なデータを人工知能で管理する監視分析技術でもトップクラスの企業です。このような私たちの技術的な専門知識を信頼する有名なお客様やパートナーです。そして私たちのカスタマーエクスペリエンスマネージャーは最も人気のあるツールの一つです。ということで本題に入りましょう。顧客満足度管理を成功させるための私たちの方法には4つのステップがあります。まず当然のことながらお客様の声を集めなければなりません。私たちのツールでは可能な限りのチャンネルでデータを収集します。ツールから直接オンライン調査を開始し、メール、テキストメッセージ、メッセンジャー、店頭調査などマルチチャンネルで招待状を送ることができます。また外部のデータソースを監視することもできます。お客様の CRM やソーシャルメディアからのコメントを自動的に統合します。さらにフォーラムや評価ポータルなどお客様に関連するウェブサイトからデータを収集します。このように当社のツールは全てのタッチポイントからのデータを一箇所に集めてくれます。フィードバックを収集した後は顧客中心主義の企業としてそのフィードバックに即座に対応する必要があります。このツールではお客様からの苦情に直接かつ迅速に対応することができます。私たちのホットアラートマネージャーは批判的なコメントが発生すると即座に認識し自動的にお知らせします。これにより大切なお客様一人一人に対応することができます。これらのデータは全て分析されて初めて価値が生まれます。そしてこれが第3のステップです。私たちのツールは人工知能に支えられた意味解説の分野のメソッドを使用しています。全ての分析結果は直感的で構造化されたダッシュボードで見ることができます。お客様はどのような問題に関心をお持ちなのでしょうか、どこに改善の余地があるのか、主な不満は何か。ダッシュボードではこれら全ての情報を主要な数値で素早く確認できるほか、多数のフィルターオプションによりターゲットグループごとにデータをセグメント化できます。さらに豊富なレポート機能によりこのツールをあなた専用のビッグデータ解析コックピットにすることができます。ビジネスを持続的に成功させるためには分析から効果的な戦略を立て、それを実行に移すことが重要です。これが第4のステップです。私たちのツールは全ての改善策を管理制御するための完全な管理コンソールを提供します。チケットやプロジェクトを作成し、責任者を決め、現在の処理状況を常に把握することができます。当社のカスタマーエクスペリエンスマネージャーは顧客満足度を向上させることが証明されています。これが何を意味するのかを理解する必要があります。顧客満足は企業のさらなる健全な成長のためのエンジンであり、持続可能な成功を約束するものです。最後になりましたが、お客様のデータは安全です。私たちは ISO 認証を受けたドイツのデータセンターでアプリケーションをホストしており、一般データ保護規制の全ての要件を満たしています。カスタマーエクスペリエンスマネージャーのデモンストレーションをご希望の方は今すぐご予約ください。さらにエキサイティングなアプリケーション例や有名なお客様のケーススタディもご用意しています。長期的な視点でカスタマーエクスペリエンスを向上させたいとお考えの方は
ボタンをクリックしてください。